何が見えますか？今、何が聞こえますか？今、何を感じていますか？心は何を探していますか？生まれ来る子供たちへ、君たちを取り巻く世界は決して素晴らしいものではないかもしれないけれど、僕たちが用意した君たちの今は決して居心地のいいものではないかもしれないけれど、忘れないで、僕たちは君たちのことをずっと考えていたこと、僕たちは君たちのことをずっと待っていたこと、君たちは今愛の中にいること、憎しみであろうが、妬みであろうが、歪んでいようが、屈折していようが、それが愛だということ。世界は愛に溢れていること。どうでもいいことに踊らされないで、周囲の雑音にかき消されないで、不毛な争いに時間を費やさないで、誰かの言葉に振り回されないで、正義とか自由とか権利とか、そういったものを盾にしないで、徒党を組まないと何もできない大人にならないで、笑われようが、馬鹿にされようが、決して自分を疑わないで、大切なものは何も変わらない。どんなに時代が変わっても、大切なものは何一つ変わらない。たとえどんなに辛いことがあっても、たとえどんなに死にたくなっても、君の人生を、君だけの人生を、君の音楽を、君だけの音楽を、Life is Music。君こそが音楽の神。生まれ来る子供たちへ。